はい、皆さんこんにちは、ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、久しぶりにプチプラで作る崩れにくいすっぴん風ベースメイクをやっていきます。すごいコスメ見つけて、めっちゃこれいいやんっていうコスメがあったので、今回ねそれを紹介していきたいと思います。まあ普段私よくベースメイクを動画にしてて、どっちかというとしっかりこうカバーするみたいなことが多いんですけど、今日はね、あえてすっぴん風な感じの、ちょっとそこらにお出かけとか、ちょっとそこにスーパーに買い物行くみたいな感じの時にね、使ってもらえるようなベースメイクを今回紹介していこうと思っています。で、今回使っていくこちらのコスメが、毛穴を見えなくするパウダー、ファンデキューカバー滑らかセミマット肌っていうものなんですけど、これがですね、ポイントマジックプロというコスメで、下地もねあるんですけど、毛穴落ちさよなら下地っていうものなんですけど、この下地がテカリ防止の下地になっています。ポイントマジックプロプレストパウダーなんですけど、毛穴に特化したプレストパウダーになっています。なので、これからまたちょっと塗りながら紹介していくんですけど、塗った瞬間におおすごいみたいな、もうなんか驚くって感じだった。やっぱ鼻先の部分ってやっぱ多少ちょっとポコポコしてて、それをカバーするためにこれを塗ってみたら、結構ねフラットになるっていうか、うまくこうデコボコ感のところに入ってくれるプレストパウダーになってるなっていうふうに思いました。ポイントマジックプロのポアカバー C の方は、へこみの部分を埋めてくれる下地になっているので、毛穴気になる方とかには結構おすすめな下地になっています。で、つき心地としては結構サラッとしてるんですけど、汗とかかいても崩れにくい下地になっています。このさっき紹介した2つ両方ともリニューアルしているコスメになってます。ではね、早速、ベースメイクやっていきたいと思います。まず使っていくのが、毛穴落ちさよなら下地、ポイントマジックプロのポアカバー C を使っていきます。肌の色を選ばないヌーディータイプです。で、まあ、使用方法としてはまずね、しっかりスキンケアをしていきます。やっぱりこのベースメイクの前のスキンケアって一番大切なので、しっかりと、保湿してあげます。はい、スキンケア終わったらね、まずですねポアカバーを塗っていきます。塗る時なんですけど、こういう風に塗るっていうよりか、ちょっとこう引き上げるように塗ってあげると、よりねへこみ部分に入っていってくれるので、毛穴をねカバーしやすくなります。すごいサラサラしてるんですよ。テカリやすい部分、それから特にこの鼻のところっていうのは毛穴落ちしやすかったりするので、ここをねしっかりとこう引き上げるように塗っていきました。で、まあ本当にこうフラットになるって感じなので、でうちの母とかも結構こうへこみがあるタイプなので、まあ、皮脂とかで落ちやすいような下地をおすすめすることが多いです。まあ、色つかへんタイプなので、こんな風に塗っても特に明るくなりすぎたりとか、こうなんかそこだけ浮いたりとかもないので、結構どんな鼻の人でも使いやすいのかなって思いました。普段使ってるね下地で OK です。それを全体に塗っていきます。下地を塗っていきます。今回まあすっぴん風のベースメイクということなので、しっかりカバーしてしまうとね、厚塗り感であったりとか、まあすっぴんっぽくは見えないので、この上からね直接ポイントマジックプロのプレストパウダー C のナチュラルオークルを使っていきます。プレストパウダーがですね、すっごくナチュラルなんですよ。で、毛穴に特化したものなので、つるんってこう見えるんですよね。こうファンデーションを直接塗ってプレストパウダーとかじゃなくて、直接も本当にこのプレストパウダーをのせちゃうことで、すっぴん風な透明感とかをアップしたお肌に仕上がるので、これをねちょっとまず塗っていきます。近くで見るとこんな感じなんで、わかります？こっちに塗った方なんですけど、このセミマット感が超いい感じになるんですよね。肌が明るくなって自然に仕上げてくれます。で、ここはすごい工夫あるんですけど、ここをこう塗っていきます。半分ちょっと仕上げていきますね。あとこの辺とかもそうです。どん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 こうフィルターかかっていくみたいな感じすごいですよね。だからこうパパってお出かけする時とか、特に私でしたらまあ保育園とか、まあ、参観日とかもそうなんですけど、結構ナチュラルめなので、これぐらいサッと仕上げる程度です。今半分塗っていってるんですけど、このふわっとのってなんかマシュマロ肌みたいな感じに仕上がります。プレストパウダーなんですけど、ファンデ級のパウダーになってるので、すっごいふわっと仕上がります。
このプレストパウダーは例えばお直しの時にちょっとこう重ね付けしても厚塗り感がなくて崩れにくいプレストパウダーになってるので、すごくナチュラルに仕上がります。でこっち側もやっていきますね。なんかわかります？この塗った瞬間フィルターかかるみたいなこれを最初使った時すごいと思って、結構顔の雰囲気これで変わりました。やけどすっぴんって感じ、すっぴんのなんか綺麗な肌みたいな、陶器肌ってやつ。がっつり色がつかへんからこそすっごく自然に見えるのに、いい感じにカバーしてくれるので、パッと見た時にあ、肌めっちゃ綺麗みたいな感じになる。いい感じよこれほんまに。私これのすごくいいなと思ったのが、まず手のひらサイズでコンパクトになってるのでめちゃくちゃ持ち歩きやすい。普段メイクした時もこの気になる部分にちょんちょんって乗せてあげたり、お直しの時とかに使えるので、ポーチの中に絶対入ってるレベルで使ってます。でここでも一つポイントとしては、最後に手でハンドプレスしていきます。こうすることでより馴染んでツヤのある綺麗な自然なお肌に仕上がります。でがっつり色がついてるものではないので本当にしっかりフィットしてくれるって感じ。これでちょっとね、長時間置いてみたいと思います。長時間置くことでどれぐらいに崩れていかないかっていうのもやっぱ検証したいなと思うので、ちょっとこれはね検証していきます。じゃあ長時間過ごします。はい、ということで長時間ね置きました。どうですかね、結構肌に触れたりマスクつけたりしてたんですけど、崩れてる感じっていうのは私的にはしないです。眉毛とマスカラだけとか、ちょこっとこう買い物するとき、すっぴんのときも全然あるんですけど、まあ、そういうときとかに割と使ってます。こんな感じでもう手で触れてもなんか本当にこう素肌がすごくこう綺麗、元から綺麗な人みたいな感じに見えますね。なんかこうすっぴん風なんですけど、いい感じにこうフィルターかかってるみたいな感じなのですっごい綺麗。ぜひですね、気になった方は概要欄チェックしてみてください。ということで今回はプチプラコスメを使ってスピン風ベースメイクをしていきました。ぜひ皆さん参考にしていただけたら嬉しいです。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。